皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内健三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。本日2022年5月5日、今日は嵐山にございます京料理の名店熊彦さんの前で収録しております。本日5月5日はこの熊彦さんでお食事を食べていただいての堀&渡月のライブを、今日はこれから開催させていただきます。本日2022年5月5日、62歳を迎えることができました。昨夜も12時までほっこりカフェをさせていただきまして、ライブ配信で皆さんと一緒に、5月5日を迎え、そしてまたたくさんの方がお祝いのメッセージをいただきまして、本当に皆さんありがとうございました。またバースデーカードもたくさん届いております。皆さんに心から感謝申し上げます。ありがとうございます。この1年間を振り返らせていただきますと、ほっこりカフェというものがやっぱりテーマに皆さんと一緒に頑張ってきた1年やったかなと思うんですけど、これからの1年間も引き続きまたこのほっこりカフェをテーマに、このコミュニティファミリーの輪をもっと大きくして絆を強くして皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思っておりますので、これからもまたどうか皆さんよろしく、お願いいたします。今日はね、本当に人数に限りがあるので、お食事をいただいてもらってのライブっていうのが人数的にすぐにいっぱいになっちゃったので皆さんにお勧めできなかったんですけど、来週5月12日木曜日は祇園ジョニーエンジェルのホリーナイトをまたバースデーライブという形で皆さんと盛り上がりたいなと思っておりますので、来週12日お待ちしております。それではちょっと中からリハーサルの音が聞こえてきているので、そろそろ戻らなきゃならないと思うんですけども、ちょっと嵐山の様子をちょっとカメラで映してもらえますでしょうか。1年間のすごい素敵な季節が多い嵐山なんですけど、私は個人的には5月のこの新緑の季節、新緑、緑が美しいこの嵐山が私は一番大好きです。このゴールデンウィーク本当にたくさんの方が嵐山に来ていただきましたけども、これからも5月素敵な季節が嵐山でお待ちしてますので、ぜひまた皆さん嵐山にお運びいただけたらありがたいなと思っております。2022年5月5日、たくさんのバースデーお祝いメッセージをいただきましたお礼と、そしてこれから1年間またこのほっこりをテーマに皆さんと一緒に頑張っていきたい、そんな思いをお伝えしたくて、収録させていただきました。これからもシンガーソングライターとして、ほっこりカフェのマスターとして、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから。